それでは、続いてはですね、私も新しい、ご縁なんですけれども、温泉大好き大好き大好きって言ってたら、やっぱり温泉が素敵なご縁を世界から引き寄せてくれるんですけども、島根のなちゃさんと、はい、純温泉協会。皆さん、ただの温泉じゃないですよ。天然にこだわって、性質にこだわって、かけ流しの純温泉にこだわりにこだわってるね、山口隆さんをこちらの画面にお迎えして、人生好転バトンタッチをしていただこうと思います。はい、山口さん、お待たせしました。おはようございます。おはようございます。はい、それでは島根の素敵なスピーチュアルバードなちゃさんとバトンタッチで、山口さん、よろしいでしょうか。はい、バトンタッチポン。ありがとうございました。ありがとうございました。また出演の方お待ちしております。はい、ございました。はい、ありがとうございます。はい、いいですね。バイドさんからこうメッセージが来るんだそうですよ。今行けっていうことでね、1分間でね、即興で、投稿していただきました。さて、それではちょっと山口さんと一緒にやっていただきたいものがあるんですけど、よろしいですか。はい、はい、あの懐かしい、あの昭和の感じでいきますよ。はい、はい、あ、手を出していただいてよろしいでしょうか。はい、3、はい、ババンババンバンバン、あ、いやいやいや、ババンババンバンバン、ありがとうございます。あのちなみに皆さん、リハーサルなし、打ち合わせなし、今日今初めてお話しするとい う私の番組はですね、このライブ感と即興感が売りでございますけれども、今日は純温泉協会、いいですね。知りたい、聞きたい、会いたい、訪れたい、ね、今日はね、山口隆さんをお迎えしております。山口さん、どうも初めまして、よろしくお願いします。初めまして、どうぞよろしくお願いいたします。あの、私、山口さんのエントリー動画を拝見しまして、思わずわっとで前のめりになって、で一瞬あっと聞いて、その後またぐーっとこうぐーっとところどころか止めて再生したりとかいる、失礼しましたと言いますか、はい、ありがとうございました。はい、素晴らしい作品なんです。皆さん、この後ご紹介させていただきますけれども、それではまずね、純温泉協会、はい、ね、どんな教会なのか、そして山口さんがもう人生をかけて熱く伝えている思いはどんなことなのか、まず山口さんから自己紹介お願いしてよろしいでしょうか。はい、山口さん、どうぞ。はい、皆様おはようございます。私、一般社団法人純温泉協会の代表をしております山口隆と申します。皆様どうぞよろしくお願いいたします。さあ、この言葉で純温泉と聞きますと、純ってどんな漢字を書くんやと、ね、皆さん気になるところだと思いますけれども、純粋の純ですね。ピュアの純でございます。純温泉ということは私考えました。温泉にはね、もう10年以上長く携わってきました。で、全国の温泉、いろんな温泉ね、入ってきました。温泉の中でね、本物の温泉と言いますと、多分一般的には、源泉かけ流しの温泉は、まあ本物の温泉だと思われがちですけども、実は、源泉かけ流しという言葉に明確な定義や基準がないんですね。ない。そう、これね、皆さん実は結構びっくりかもしれないんですけども、ただ、いやいや、そんなことないや、あの本にはこう書いてたよとか、あると思うんですけど、そう、その人はそう決めたということです。ある団体は源泉かけ流しの定義はこうだと決めたりしてるんですけども、じゃあそういったことが全部一緒かというと、実は微妙に異なります。結果、明確な定義がないということなんですね。私も根掘り葉掘り調べました。ないんです。なので、源泉かけ流しと言ってても、あなたが思ってるような温泉かというと違う可能性が実はたくさんあるということなんです。おー、そうなんですね。はい。ということもありまして、私も、そう、私の中で源泉かけ流しはこうだと思って、源泉かけ流しと歌ってるところに行ったら、騙された、みたいなことが、過去にたくさんあったわけです。でもこれね、そうです。騙されてないわけです。ルールがないわけですから、私が勝手にそう決めてただけですよね。ということもありまして、いろんな経験をしてきました。で、特にですね、最近、この辺なかなか難しい話なんですけども、保健所さんとかその辺の指導、の兼ね合いで、源泉かけ流しの温泉でも、我々が飲んでる水道水に入ってる殺菌消毒の塩素系薬剤、
こういったものもかけ流しの温泉に入っているケースが今どんどん増えてきております。なるほど、そんなことになっているところもあるんです。そうなんです、はい。で、今ね、その施設の中では、うちは 100% 源泉かけ流しだ、みたいなね。もう、何もね、手を加えていませんっていうこと、とこですら、塩素をね、入れちゃってるケースもあったりするんですよ。なるほど。もう、実はあれ、私は暴露しちゃってるかもしれません。けども、そういう施設でホームページを見ても、そんなことは全然書いてないんですよね。もしかすると、ちっちゃくちっちゃく、ちっちゃな柵のところになったりとかもないですか。書いてないケースが結構多いんですよ。で、雑誌とか見ましてもね、ほとんど塩素とかその辺に触れていないんですね。なぜかわからないんですけど。で、そんな中、2019年に、今私51歳なんですけども、当時48歳ぐらい、そう。いろいろ私、今後の人生をいろいろ考えました。で、何をちまよったかといいますか、思い立ちまして、純温泉協会を立ち上げることにしまして、日本の天然のままの温泉を守るといいますか、そういうことをスタートさせたという形になります。なるほど。そうすると立ち上げたとおっしゃることは、はい、山口さんは例えば老舗温泉の昔からこう温泉の温泉師とかということではなく、ですね、まあ、一温泉ファンといいますか、ファンで、そのファンが感じて。そうですね。で、純温泉協会やるまでは、温泉ソムリエグッズという、ニックネームといいますか、はい、名称で、まあ、温泉、本物の温泉を、まあ、伝えるといいますか、そういうライフワーク的な活動はしていた感じですね。なるほどね。はい、もうその温泉が好きすぎて、はい、温泉にこう、愛がこもりすぎて、で、もうこれはちゃんと正しく皆さんに純温泉とは何かっていうことを伝えるこのミッションというかですね、そういうものを感じられて協会を立ち上げられて、そして、今その純温泉を伝える、まあ、エヴァンジェリストのように、ね、伝道師のように皆さんに伝えて、今の自己紹介だけを伺ってもとてもとても、まあ、いわゆる一般の素人の方と思えないそのあって、芸人さんとかですね、芸人さんなのか、もしくはでも雰囲気的にちょっと皇室のねえ、綾宮様にもちょっと雰囲気があって不思議な雰囲気を醸し出していらっしゃる方なんですけども、そうするとお仕事はその純温泉協会とは全く別にお仕事がご職業が終わりになって、温泉が好きだから、今純温泉協会を立ち上げてからはこれ一本で生きております。これ一本で行ってらっしゃる。はい、だから大変でございます。なるほどですね。さて皆さん、先ほどお話の中でですね、51歳っておっしゃったんですけども、私のイメージする、まあ、男性の51歳というのは、まあ、いい感じで、まあ、何でしょうね、お顔もシワも深くなり、それからあとやっぱりこう日焼けで肌も結構ちょっとこうねシミが多くなってきてみたいな、そんなイメージが、まあ、50歳に入ると男性もあるんですけれども、その驚異的な若さ、そして何といってもですね、女性も羨むほどの美肌の持ち主なんですよ。これはやっぱり山口さん、温泉の効能というふうに言い切ってしまってもよろしいものなんですか？そうですね、まあね、生きるかどうか分かんないですけど、やっぱりその本物の温泉といいますかね、やっぱりたくさん入っておりますので、その恩恵はやはりたくさん、一般の人に比べますとかなり恩恵をいただいているのではないかと自分でも思っております。はい、なるほどね。そしてまあこれからもう素晴らしい動画作品をご紹介させていただくんですけど、ちょっと私気候番組っていうか温泉巡り何々旅みたいなテレビの番組じゃないですか、はいはい、それを見てるかなって思っちゃうクオリティなんですよ。おそらくカメラもすごいいいのを使ってらっしゃるのかな。そして高画質の画質に全く動じない肌の美しさなんですよ。ここまで説明してますから皆さん1分間の自己紹介本当に楽しみにしていただきたいんですけれども、はい、コメントでね皆さんからたくさん応援していただいております。熱く純温泉を語るグッさん、来週会えるの楽しみにしてます。大阪の方で純温泉の協会の
なんか、ミーティングホールっていうこと？はい、イベントといいますか、まあ、第1回純温泉大会というイベントをですね、うん、大阪で開催させていただくことになりまして、はい。ああ、なるほど。そこにいらっしゃるのはやっぱりこう純温泉を持っていらっしゃるおかみさん、若旦那という。あの、そうです。東京会の会員さん限定で、はい。あの、ご参加いただくという、はい。なので、一般の方は今回第1回目はちょっとごめんなさいと言いますか、はい、募っていないという形になっております。なるほどね。で、その協会の方が全国各地から集まられると思うんですけど、だってどれくらいの方がその第1回目は集まるんですか？第1回目はね、今現在で55名の方が。そんなにいらっしゃる？いや、あの、ただ会員さんで言いますとね、今全国に139件の、会員施設さんがお入りいただいております。はい。130超えてらっしゃる。あの、そうですね。ありがたいことに、今、そのぐらいの、数の、会員さんがお入りいただいているという形になります。はい、なるほどね。じゃあ、そこを、一箇所ずつご紹介するシリーズみたいなのも面白いかもしれませんね。今日は別府からですとかですね。ああ、そうです。あの、そういうこともね、あの、うん、今後、あの、取り組んでいきたいと言いますか。はい。うんうん、なるほどね。いや、私も実は山口さん、温泉大好きで。あ、そうですか。はい。あの、オーストラリアに住んでいるんですけども、はい、あの、オーストラリアに在住している永住権を持っている人たちっていうのは、その外国人の、方と同じ JR の特別なチケットを購入することができるんですよ。電車の。はい。なんか、あの、なんか日本乗り放題みたいな。乗り放題のやつがあるんですね。ですね、あれ、ね、はい。はい。で、私、それをですね、あの、3週間使えるものを、はい、まあ、おととしは3回買いまして、3ヶ月、温泉巡りの旅で全国行ってまして、北から本当に南まで。北海道だけでもね、あの、泉質がすごく、あの、硫黄のものもあれば、あの、モール温泉もあったりとかありますよね。だから、もう全国津々浦々ですね、あの、北から南まで本当に行ってですね、3ヶ月、あの、温泉巡りをしてましてですね。うんうん、そうなんです。だから大好きで。で、あの、うちの、私東京なんですけど、はい、東京の調布市というところに住んでるんですけど、はいはい、このですね、住宅地の、本当住宅地の真ん中にですね、温泉が湧きまして、ほう、あの、古代海水泉といって、あの、ちょっと塩分の強めのですね、はい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 、あの、モール泉状の、ちょっとこう暗い、東京の温泉って黒いんですよね、独特な、ね、はい、気がします。それが急に、あの、湧き出しましてね、何年か前に。で、あの、うちからもう徒歩で行かれるとこなんですけども、まあ、そこに入れる幸せを噛み締めながら、やっぱりいいなーっていう感じ。これぜひ調布にもいらしてください。はい、かしこまりました。純温泉ではないかもしれないですね。やっぱりあの、商業施設なので、そうですね。まあ、多分させてるんじゃないかと思いますけど、まあそんな感じでね、あの、温泉本当に大好きなんですよ、私。はい。ねえ。ありがとうございます。いやー、もう皆さんからたくさん応援のコメントもいただいております。人生考えたときに日本の天然温泉を守ろうと立ち上がった。いいですね。素晴らしい。ね、人生のこれからね、あの、後半戦は、より豊かにね、黄金時代は、もう温泉に入って、もうね、美しい美肌を保って、若さを保ってね、はい、皆さん行きましょう、純温泉にね。はい、温泉ソムリエのグッチさん、はい、山口さんと清美さんに呼ばれると反応しちゃうわ、ということでね、はい、北海道十勝から、日常のお風呂が温泉のゆりさん、ありがとうございます。はい、みんなで守ろう、純温泉の輪、ということでね。はい。じゃあ、ちょっと一緒にグッチさんやっていただいてよろしいでしょうか。みんなで守ろう。純温泉の輪。ありがとうございます。はい、130以上の施設で、会員さんいらっしゃるということなので、一つ一つの会員さんにお話をじっくりと伺いたいという気持ちが、こう、ふつつとね、湧き上がってまいりますね。はい。ありがとうございます。山口さんと清美さんに呼ばれると反応しちゃうということでね、ありがとうございます。純温泉協会を立ち上げるほどの純温泉好き。芸人さんになって純温泉を広めます。でも、山口さん、本当芸能界の方ではないんですか？いや、恥ずかしながら、芸人ではございません。どこかに所属しているというのはないんですけれども。はい。ね、ちょこちょこと言いますか、まあ、温泉ソムリエグッチとしてですね、活動していた時代は、まあ、テレビからですね、とか、ラジオから、ちょこちょこオファーをいただいたりしまして。ですよね。で、ラジオも実は関西で、月1回ですけども、少し、コーナーをいただいて、6年ほど、温泉のお話をさせていただいたりもしておりました。はい、やっぱりね、もう、とてもとても、一般の方とは思えない、オーラがありますね。
はい、それではですね、はい、そうなんですよ、古代海水泉、東京はですね、コーヒーのような色をした温泉がね、湧くんですよ。皆さん入りに来てね。はい、それでは早速、ここまでですね、前振りで盛り上がってしまいまして、失礼いたしました。それでは早速、噂の美肌、51歳ですって。ね、日本の男性の方で肌きれいな方は、サウナーか温泉好きか。まあ、あとスポーツやってる方なんかでもね、水泳やってる方なんかも肌きれいな方多いですけども、いや本当に皆さんフィルターなしですよ。フィルターなしでここまで肌美しいっていいなと思いますね。それではね、ここまで前振りしてるから皆さん見たくなるでしょう。はい、それではね、早速ね、そちらの噂の動画を見に参りたいと思いますね。はい、それではね、まあ、グッさん、温泉ソムリエグッさんというふうにね、皆さんに親しまれているそうでございますけれども、はい、1分間自己紹介動画のコーナー、皆さんよろしいですか。はい、前の目って見ていただきたいと思います。はい、それでは皆さん、VTR どうぞ。皆様、こんばんは。一般社団法、純温泉協会の山口隆です。純温泉の純は、ピュアの純、純粋の純。昨今、源泉かけ流し。という温泉でも殺菌剤を消毒剤を入れているケースが多々見えて、かけ流しかどうかということが重要なのでしょう。私はお湯そのものが天然なのかどうか、そこをこだわる。皆さん、温泉の楽しみはどうなんでしょうか。景色ですか、雰囲気ですか、それともお湯そのものでしょうか。私はやっぱりお湯そのものの魅力、これを感じていただき、そのための方法、目をつぶって温泉を感じる。家のお風呂とは明らかに違うな。このお湯いいよなっていうのを感じていただきたい。その上、雰囲気が良ければなお良い温泉だと私は思います。日本の自然のままの温泉が今どんどん減っていっています。それを私は守りたいと思っています。皆さん、どうぞ自分温泉、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ということでございまして、いやギリギリのところで出ていかれましたね。ほんまちょっとね、びっくりしましたね、自分でもね。後で動画アップしてから、これ大丈夫かな、ギリセーフかなみたいな感じで。いやこう、なんでしょう、こう、画面にお張りになってくる微妙な角度と、はけていかれる、角度が、まあ、本当に素人とは思えないというかですね。いや、たまたまですね、もう。はい、よかったです。放送業界のすべてのいろいろなルールを知り尽くしてのレポートという感じがしましたよね。素晴らしいです。いや、やっぱり、男性の好感度って清潔感すごい大事だと思うんですけど、温泉が大好きな方だから、あれだけのアップに耐えうる清潔感っていうのが、みなぎっておりました。ね、素晴らしいですね。ちょっと女性の私たちも皆さん、山口さんの動画の手法というか、撮影、それからしっかりと目を見て皆さんにこう訴えかけるですね、心からの溢れんばかりのメッセージ。これは、性別を問わずですけどもね、皆さん、ぜひちょっとお手本にさせていただきたいなと思いましたね。はい、いろいろコメントもいただいております。はい、はい、私もちょっと、これは大丈夫かなってギリギリのところだったんですけど、大丈夫でした。はい。斬新すぎる。で、全くいやらしさがなかったですね。芸人さんの中では、ちょっと、うわーっていう感じの方いらっしゃるじゃないですか。全くその、いやらしさがないという。で、爽やかに入り、爽やかに吐けていくっていうね、さすが芸人。やっぱり芸人なんですね。はい、お上手でしたね、皆さん。本当、俳優さんみたい。旅のレポートされてる方みたいですよね。いやー、恐れ入りました。素晴らしい。皆さんから大絶賛のコメントも届いておりますね。はい、純温泉入りたくなりましたね。ですので、でも、もう山口さんは、その純温泉、本当にこうね、皆さんにお勧めしたいところを伝えていらっしゃる方ですから、これからね、山口さんが発信される、そうした情報をですね、ぜひ皆さん、ゲットしていただきたいと思います。はい、新潟からですね、なおさんもありがとうございます。温泉入りに行きたくなりますね。はい、新潟にもいい温泉たくさんありますよね。米どころでご飯も美味しい。ね。はい、ハリオさんね、ありがとうございます。一緒にやってくれてありがとうございます。はい、先ほどの輪の方でしょうか。ね、こうやって急にお願いしても、
気持ちよくこうやっていただくとね、ライブ配信っていうのはいいですね。進行がスイスイって嬉しく思いますね。はい、それでは、今日ねお送りしました。ちょっとじゃあ山口さんインフォメーションの方入れさせていただきますので、そのまま少しお待ちください。はい、さて私が今日配信しておりますは一体何なのか、ここから見てくださっている方もいらっしゃると思いますけれども、はい、ただいまですねこちら、はい。1分間自己紹介動画で人生好転スター誕生コンテストというのを5月の1日から30日の日本時間18時までのエントリーで開催中でございます。現在98名の方がご参加をしてくださっております。でこちらはですね、30日までにあなたの1分間自己紹介動画を、撮影して、そしてこちらのコンテスト会場の方に投稿していただくだけでエントリーができるものです。ではエントリーの仕方をご紹介させていただきます。はい、こちらに来ていただきましたらディスカッションのボタン。はい、そして皆さんのお顔のお写真ございますので、ここをクリックしていただきまして、あ、ちょっと間違えました。間違えました。お顔が出ますので、ここテキストを入力のところを押していただきまして、はい、そしてこちら公開投稿作成とありますので、ここにですね、1分間自己紹介動画と書いていただいて、そしてこの下にあなたの自己紹介を、文章で入れていただきますと、紹介と、はい、そうしますとより多くの方に動画を見ていただけるようになりますので、まずタイトル1分自己紹介動画、そしてこの下にですね、先ほど山口さんが書いていただいてましたけど自己紹介を書いていただいて、そしてパソコンやスマートフォンの中に録音していただきました。録画をしていただきました。動画。はい、動画ですね。はい、このように動画を保管していただいたものを貼り付けていただいて。はい、そしたらあとはこの投稿ボタンを押していただくだけでエントリーが完了しますね。はい、でこちらですけれども、1分間自己紹介動画スター誕生コンテスト。こちらでですね、金賞を受賞してくださった方は、はい、何が起こるかというと、6月の1日から6月の5日の5日の日程で開催されます人生好転ライブサミット、はい、今日も新しいメンバーさん続々と、ね、参加してくださってまして、ただいま2333人、あ、今1件リクエストいただきましたのでこれで34と、はい、2334名の方が今ご参加くださっていますけれども、人生好転ライブサミット2023、この、登壇者の皆さんは今5名の、スペシャリストの方がもうご登壇をね、決まって準備を進めているんですが、第1部で1日お一人ずつ1つのテーマで皆様にスペシャリストからプレゼンのお話をいただいて、そして第2部は、視聴者様参加型コーナーということで、こちら黒い、シルエットありますが、スポットライトスター誕生特別枠というのをご用意してましてですね、人生好転ライブサミットにご出演をいただいて、皆様のお仕事や思いを、私と一緒にですねインタビュー形式でお伝えいただいて、そして、ミニプレゼンをしていただいて、あなたのビジネスや思いをね、ご披露いただけるという特別枠の方をご用意させていただいています。はい、こちらの出場券の方が、今開催中のこちらの1分間自己紹介動画で人生好転スター誕生コンテスト5月30日日本時間18時までのエントリー作品の中から金賞の方選ばせていただいて、来月開催の人生好転ライブサミット大きなね、ステージの方に皆様をご出演していただきたいと思っております。はい、ちょっとコマーシャルが入りましたけれども、今一度、スタジオセットの方に戻ってきます。はい、山口さん、はい、ということで今回こちらのコンテストに関してはお知り合いの純温泉協会の協会員の北海道の丸三日温泉の後藤晴夫さんの方からご推薦お話を聞いたということだったんですね。そうです、本当にございます、うんうん、なるほど。今週末にはその純温泉協会の会合でねお会いになるということでね、楽しみですね、どんな展開になるかね。晴夫さんもライブ配信とてもお得意で、温泉のお宿なんですが、まあ、そこで地元の方、地元の農家さんとか、物販されてる方を集めてマルシェを生配信して、でライブコマースでそこから商品が通販で売れたりとかね。それから最近はなんか宇宙のコネクターの方が現れて、宇宙となんかこう波動をつなぎますっていう方がいらしたりとかですね。
あの不思議なあの能力を持っている方が続々とこう集まってくると、まあ、それもあのライブ発信をしていることも一つきっかけになっていると思うんですけども、テレビ あの番組取材が急に入ったりとか、新聞取材、それからウェブマガジンの取材とか、まあ、たくさんそのこのライブ配信から引き寄せていらっしゃいますので、今週末純音声のね会合が あると思いますので、ぜひその時にね、このライブ配信の可能性についてもお話なさっていただけたらきっといいかなと思いましたね。はい、皆さんね、たくさんコメントありがとうございます。中川由美さんも北海道からねありがとうございます。なおさんわあスターになりたいわということでね、なおさんもね山口さんのようにね、ぜひね最近の方お待ちしております。ブッサンエントリーしてもらって本当に嬉しかったですということでね、まあ、本当に皆さんからこうして、お伝えいただいて、どんどんね広がっています。中川さんはなんと元自衛官、女性自衛官だったということでね、銃で平和は実現できないということでね、私はもうね私の存在でね平和を伝えるということでね、元自衛官の方ですね。はい、引き寄せね、もう引き寄せがバンバン起こってきますね。パワースポット後藤春夫さんありがとうございます。はい、ということでちょっとまず時間延長してしまいまして申し訳ありませんでした。はい、ということで温泉ソムリエでいらっしゃって、さらにもうあまりのこの温泉好きというのがね、もう人生のミッションになっていらっしゃるということで、今日は純温泉協会の、温泉ソムリエグッサン山口隆さんにご登場いただきました。それでは山口さん、引き続きコンテストの方は30日までですのでね、はい、もし第2弾とかありましたらぜひまた楽しみにしておりますので、ね、かしこまりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。ご視聴いただきました皆さん本当にありがとうございました。それでは皆さん引き続きお待ちしてます。ありがとうございました。失礼いたします。失礼いたします。ありがとうございました。